今、G コン、今日は G7X Mark II を、フル HD30P で撮って、ND フィルターを入れて撮っております。モードは多分スタンダードの、ビデオのスタンダードのオートにしてあります。これで使えれば一番これが楽なんだけど。あ、それで音声は一応、別撮りをしてるような状況です。これでいければ別に、旅行の時これでもいいんだよね。というところです。どうでしょうかね。これが一番軽量かもしれないと思います。結構ね、このカメ ND フィルター入ってるから、結構昼間でも使えそうですね。ちょっと見てみないと分かんないけど、どんな感じですかね。いい感じじゃない？で、ちなみに自撮りをしたらどうなるかというと、こんな感じです。自撮りをすると、今、手をまっすぐ正面に伸ばしているような状態で、ちょっと画角が狭いかな。こんな状態です。おっさんの顔を見てもしょうがないので。でも自撮りの時はコロコロに手ぶれでもあまり気にならないよね。じゃあもう一回正面に向けます。こんな感じで歩いています。これ歩き道具にはいいかもね。で、今ですね、もう 4K で撮るのはしばらく、やめようと思ってます。理由は、編集がまず今の自分の環境ではきつい。あとデータも量もすごいので、保存していくにはちょっと厳しい。で、あと 4K のカメラを選ぼうすると、やっぱり選べる機種が限定されてしまうので、というところで、しばらくフル HD の、今 30P にするのか 60P にするのか、ちょっと今悩み中です。なんで 30P か 40P 悩んでるかというと、ちょっとうまくデータが出せないのは申し訳ないんだけど、まず 30P の場合、シャッタースピードが、ここ東日本なんで、50分の1か100分の1ぐらいに普通するじゃないですか。で、明るい時に200分の1とか300分の1とかにしちゃうと、なんかパラパラ感が出てくるんだよね、映像に。で、60分の1だと、意外に普通だと100分の1ぐらいのシャッター速度にするじゃないですか。それでも、その200とか300とかに上がっていっても、あまりパラパラ感が少ないんだよね。というところで、そこでちょっと悩んでるんだけど、それすると 60P の方がいいでしょって話なんですが、60P にすると今度スローモーションが作れなくなってしまう。で、 30P とか 40P をケースバイケースで使ってると、
何かの動画と何かの動画、例えば日を変えた時の動画を組み合わせるときに、なんか合わしづらくなってしまう。まあ、変換コンバーターみたいなのがあって、それを使えばいいんだけど、ちょっとそれを今持ってないので、そういうところでちょっと合わせづらいかなっていう感じですね。で、今ここで悩んでいるんで、とりあえず今日は、このコンデジで 30p で撮って、どんなもんなのかなと。要はこんなに明るいんで、結構ね、今オートでやってるから、このいつ多分シャッター速度結構変えて、絞って ND フィルターオンにしてあるんで、それでもこのくらいの明るさでそこそこ撮れるんであれば、それでもいいのかなと思ってます。で、今とりあえず試しの 30p で撮ってます。で、まあ映画だと普通は 24p じゃないですかね。で、 24p の場合だともう50分の1のシャッター速度にしないと、あの映画のような動画は撮れないんだよね。24p がいいからってじゃなくて、 24p で映画は撮ってるんだけども、基本はそのフィルムのような時はフィルムの送り時間合わせて48分の1とか50分の1ぐらいにしてたみたいなんですよ。だからそれを兼ね備えてやらないと映画のような映像にはなれない。で、普段50分の1でそこまで絞りもシャッターも決められちゃうと、あと何、露出しかなくなっちゃうじゃないですか。そうすると、おい、何にも多分昼間とか厳しいよね、白飛びしちゃってという思いになって、ちょっと 24p で断らずに 30p か 60p にしようとしています。これで拡大したらどうなるんだろう、うまくいくのかな。おお、いくね。話してから行かないでほしいな。こういうとこ良くない？こういう上り坂好きなんだよな、こういう坂。歩くとやっぱこういうとこ見つかりますよね。はい、そんなところです。